昔この菩薩峠には八五郎一味という山賊がおってな、頭の八五郎は七尺を超える大男で槍の達人、そりゃ手に負えない圧巻だった。何でも豊臣勢の生き残りで大義のためと触れ回って金銭を集めておったのだとか、藩の目を盗んでは山越えをする商人や村を襲い、悪逆の限りを尽くしたそうな。ある年、八五郎は手下を連れ小さな港町を襲撃した。殺すだけ殺し、奪うだけ奪った。かろうじて生き残った者は八五郎に戯れで生かされた子供一人。自らの武勇伝を語り聞かせ、宴で釈放させたという。八五郎は子供好きでな、ひとしきり可愛がった後、切り捨てて次の子を見繕っていたんだと。その子供も悲惨結果の中で自らの運命を悟ったろうよ。夜明け前には自分も同じように報いになるのだろうとな。おしまい。じいさん、話はそれで終わりか？何も落ちちゃいねえじゃねえか。八五郎一味とその子供はどうなったんで？どうも何も、この話はそれだけなんだよ。八五郎一味はこの夜を最後にみんないなくなっちまった。何日か経ってな、藩の殿様が手勢を連れて港町に来てみれば、あるのは町人たちと八五郎一味の死体だけ。港にあった荷物もそのままさ。なんだいそりゃ。一味は仲たがいで殺し合って自滅したってのか？町一つ襲っておいで。まあなあ、八五郎も槍を手にしたまま死んでいたって話だ。他に面白いことと言ったら、まああれかね、後に港町のありさまを見聞した役人はこんなことを殿様に知らせたらしい。ことはすべて一人の妙手の技によるもの。町の入り口から出口まで、たまさか立ち寄った旅人が町を通り過ぎるよう、群がる山賊ども84人、ことごとく切り伏せて候。そいつはいい、作り話にしてもやりすぎだ。藩の足軽が手を焼く山賊を一人で返り討ちた。そんな流れ者がいるもんかい。いたらそれこそ噂の武芸者、剣術無双の武蔵何がしってな。あれ、八五郎たちと一緒に。
何の良しあって俺を狙う。
鬼ごとはしまいだ。これにて王手と相なったか。下がれ、ライダー。名を知らせずして打ち果たすは我が心情に戻るゆえ。私は由井小説烈士足らんと志すものである。宮本伊織殿、この度は誠に申し訳ないが、ゆえあってお命をいただく。俺はまだ死ぬわけにはいかない。兄ちゃん見つけた。カヤか。やっほー兄ちゃん。悪いが今は手が離せない。長屋で待っていてくれ。